若返りの水。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日のこと、おじいさんは山に炭焼きに行きました。とっても暑い日だったので、喉が乾いてきました。どこかに湧き水はないかな探してみると、少し離れた岩から水が 湧き出ています。おじいさんが水を手ですくって飲むと、美味しいこと、美味しいこと。そしておじいさんの体がちゃんとして曲がっていた腰も伸びて、おじいさんは若者になっていました。おじいさんは喜んで家に飛んで帰りました。ばあさんや、今帰ったよ。 おいや、今日は早かったね。そう言いながら、おじいさんを見たおばあさんは、もうびっくりです。あれうちのじいさんが今日に若くなった。どういうわけじゃそこで、おじいさんは、山で不思議な水を飲んだことを話しました。なんと、羨ましい。じいさん、 その場所を私に教えておくれ。おばあさんはそう言って、おじいさんに水の場所を詳しく聞きました。次の朝、おばあさんは山に行きました。おじいさんは留守番です。ところが、夕方になっても、おばあさんは戻って行きません。ばあさん何をくずくずしているんだろう。 何にでも落ちで、怪我でもしでいなけりゃいいんだがなぁ。心配になったおじいさんは、村の人たちに頼んで、おばあさんを探しに出かけました。あの湧き水の近くまで来ると、赤ちゃんの鳴き声が聞こえました。驚いて、声のする方に行ってみると、おばあさんの着物を、 来た赤ちゃんが泣いています「はっはあばあさんはうんと若くなろうと思って水をたくさん飲みすぎたんだなおじいさんはそう言うと「赤ちゃんをたきあげで家に戻っていきました」と。